この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけでですね、今回も早速なんですけれども、アークサバイバルエボルブドのバレンタインイベントが始まったということで、ですね、早速ねやっていきたいかなと思うところで、ベルベルバーです。はい。まあね、今回はですね、ちょっと 4K の、 画面で撮っていまして、ちょっとパソコンを使って録画をしているんで、ちょっとね、今ね、僕パソコンの画面で 4K で見てんだけど、なんかカニがいる。待って、今カニがいたぞ。このサーバーだけね、なんか人やたら多いんだよ。いたよね、今カニ。ほら、カニいるんだよ。で、今、発光してるフェザーライト。なんでそこにスピノいるんだ？まあ、いるか。ちょっとあのカニさんちょっと見てこようか。やってますね。しかも2人で。へー、このサーバーになんか新人さんかな。こんにちはと、こう、うん、こんにちは。海外の方かな。お、日本人だね。へえ。頑張って。サクタロウ、サクタロウさん、よろしく。我がサーバーリーパーいないです。いないです。いる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 。キーボードで打つか。あ、そっか、パソコンのキーボードじゃ打てないのかな。あ、打てないわ。いるいる。なんだ、お話でもしようか。カニで行ける範囲だとちょっと、どこです？教えたくねえんだよな。あ、そうだ、来るって。めっちゃいるな、今人。709サーバーだけやたら人多いんだよな。 NA だぞここ。めっちゃいるんだが、なんだ。どうしよう、重くね。せっかくですからね、案内しようということで。さあ、来ます。痛い。俺もリーパーで出してたのかな。ね。リーパー出してた方がいいね。まあね、ロックでビュン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 飛ぶとね、案内できないんでね。さんでもいける。あー、ここ難しいよね。ここ難しいよね。はーい、頑張ってちょうだい。そう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 。あとワンジャンプ、ワンジャンプだよ。オッケー。慣れてるじゃないかい。あれ、じゃあアベレーション知ってるんじゃない？何、今リーパーいないの？わ、すげえ黄金。いるはずだけど。絶対いるであろう。下に降りてみようかね、せっかくですからね。あ、早すぎた。早すぎたか。267252。あれ、じゃあ結構やっぱアベやってる方じゃないかな。
仮装初めて来たのかな。どうなんだろう。行くぞー。えい。このまま落下すればいるはず。絶対いる。いないなんてことはまずないでしょう。てかそこでリパやってるね。やってるね。何レベルだろう。ん ?135?115? いるねそこね。ここのここら辺でいいか。ここら辺絶対いるもん。ここら辺ありがとうです。だっていいえ。でも確かに少ないかもしれん。ちょっと奥見てみようか。絶対に確定でいるはずだけどね。ここの奥なんかちょっとタイムロスがあったけどまあ方々に頑張ってもらって頑張ってもろて、ここいないんだ。あ、いるじゃん。いるやん。あ、やっぱリスポーン地点分かってないんだね。そういうことだね。うん？近くにトラップとかありとかってあります？トラップ使わない。違うのかな。こいつ違うな。あれラグ落ちになって、おい、ウェイ、よしよしよしじゃああとは頑張ってほんじゃあとは頑張って、オイルは場所移動します。リーパー消えてるんだよな。カニさんたちが頑張ってもろて、ほい、なんか俺にめっちゃタゲ来てんなあの人たちも見えてなかったってことでいいのかな付いてきてない、てかそんなく入ってないのかな。あ、俺についてきちゃったのかな。吹っ飛ばしてみてそっちに移動した。で次にこうガラッと叩き落とし、 OK、 これで起こったから多分あそこでまた新しい子がリスポーンするはずです。はい、カニさんたち頑張ってくださいね。はい、ということでね、うん、私は私で、しっかりね
全部一回ここら辺でロックドゥーワイプ回線に切り替えて プルロさんがいないことをねしっかり確認してからね降りないと死ぬんで。よし、じゃあカニさんたち頑張って。私はね暇がないんで、暇が。では早速参りましょう。俺は全てのリスポーン地点を知っているんでね。まあ一回ぐるっと回っていきたいと思います。はい、1匹目50。なんか50って一瞬見ると150と見間違えたらポワってなるよ。これだけ。で、あとは10、50と10。いいだなよ。まあとりあえずねぐるーっと見ていきましょうかね。ぐるーっと。貴様は何レベルだ。あ、うん、食い込んでるよ。うん、さてさて、あとここら辺にも一匹リスポーンしてるはずなんだよね。あれか。 Hey you、 君のレベルは何レベルだ。てれれれ45。100レベル足りない。ぴったり100レベル足りない。おお、かっこいい。ロックてか不作してんねん。あれまだいる。めっちゃおるやんけ全然おるやんけ。リスポーンいらねえくらいリスポーンしてる。迷惑なくらいいるわそういうもんだね。まあでも大体あれだよね。あー、こうやってねリスポーン地点にね立てられるとねリーパーの枠が悪くなるんですよ。110。さっきの話に110、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 
はいね、まあ一段落して回復したということで、まあ、あらっとびっくりしてる、落ちるとかやめてね、もう仮想近くで拠点を作るのやめていただきたい。まあ、早速探していきましょうかね。Let's go! 下まで、君を、はい、105。そういうレベルじゃないんだよ。俺が求めてるのはそういうレベルじゃないんだよ。いらない。15レベルなんていらない。あ、ぶつかっちゃった。
だい。全くか。しかもなんか新しい罠があったりしさ。ああ。でね。隠しちゃってるよ、そうやって変なとこに立てるから。リスポーンがバグるんだよ。やめてくれよな。リスポーンする場所に建築するやつ。クソくらい。マジでクソくらい。今まで平和な709だったのに、なんか俺の放送のせいか、このサーバーだけ20人超えてっかんな。 NA サーバーだぜ。他5人とかさ、いても5人とかなのにさ、うちのサーバーだけ20人強だからね。おかしいから、うん、まあ、絶対俺のせいだよね。多分ここのここかな。やっぱりな、分かってるよ。もう君らがどうやってバグって、どういう風にリスポーンしてなんかね、人に迷惑をかけるかって、もうそういうの全部知ってるからね俺。よいしょ。バグリスポーン地点と正常リスポーン地点全て把握してますからね。ええ、伊達にアベレーションで生きてませんよ。なめんなよ。あ、おビビったビビったよ今。今ね、あ、地震。待って、地震。やべやべやべ。おい、おい、マジか。おい、マジか。おい、よし、揺れが収まってきたからいいや。もうテレビから手離して。え、まだグワングワン揺れてんだけど、何これ。あれ、俺今録画してるよね。あ、いいや、まあ東京なんてこんなもんすよ。でもちょっと久々でかくてちょっとビビった。てかテレビが倒れそうだったからやばかった。あれ、ここら辺にしたの。あ、してるわしてるわ。テレビが倒れそうだったから、とりあえずテレビ押さえてさ、パソコン押さえてさ、で、食器割れちゃったよね。テーブルの上にのけたら多分今そっちで行くしかないね。やば結構揺れたな。まだ揺れてるもん。グワングワン揺れてる。え、ここでか。多分これ地震のせいだよな。面倒。お腹すいた。お腹がすいたよ僕は。落ちたか。絶対地震のせいだな。うん、あそこで落ちることなかなかないからね。あー、 C 確定だな。フェザーライト絶対死んだな。さあ助けに来たぞー。とりあえずで俺のフェザーは死んでんな、確定で。君ボロボロちょぴっとしか食らっとらんじゃないかい。まあでも安全第一のためにとりあえず君をしまって、イベントカラーの紫の子なんでね。うん、でちなみに、あれ、これじゃなんか持ってたっけ。持ってない。オッケー、お肉しか持ってないね。そしてフェザーライトはやっぱり死んでるね。フェザーライトいる、拾いたいんだが。拾うよ。プルロさんいない？いないね。
行くよ。ほい。仮想で降りるのって一番怖いんだよな、マジで。はい、オッケー。オッケー、じゃあ早速ね、探していきましょうか。先ほど俺を殺したのはこいつか。リーパークイーン10レベルって言ってたからな。10レベル消えたっぽい、ね。で、フェザーライトさんが死んじゃったので、ちょっとフェザーライトを、テイムしたいと思います。プレゾルライト、どうしよっか。すでにアメリカ人のあそこ行くか。あ、そうだ。何レベル台 ファイト。あ、フェザーいたね。何レベルだ。しかもピンクで20レベル。まあ、20レベルはちょっとな。お、すごい湧くようになったな。お、ちょっと見てみようか。ん、あれ、ここら辺にいたはず。あれ、あれ、あ、いたいたいた。あ、逃げてる逃げてる。襲われちゃって逃げてる。あー、加速している。めちゃんこ早い。あと一匹そこら辺にスタックしてなかったね。あれ、あ、いた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 。すーげえガンダじゃん。くそ、めっちゃ遠くにいたな。まあ、レベルを確認しましょう。まあ、あんだけ遠く離れていただければまだ逃げ判定ですね。ねえ、めんどい。あれ120パイセンか。120パイセンか。あっ、あれ飛ばない。うわー、ラグい。うわーうわー。しかも今120見つけたところでね、発光生物ないから。てか黄色じゃね。金か。90。おお、ワンちゃん上にいるな。120か。あ、でも羽広げながら落っことしちゃったっぽいね。落っことしたっぽいですね。落っことしましたね。まあ行方不明になりましたと。で、フェザーライト、ワンチャン発行してるけど待って困るんだよ。サクッとあれだな、仮想ダンジョン行って高レベのフェザーライトでもテイムしますか。こいつはシーカーだね。はい、今から仮想に入ります。あ、仮想じゃねえ、仮想だよね。うん、仮想の、ダンジョンに入ります。こっからね、結構ぬるぬる動くんだよね。うん、建設物を読み込まないからね。さあ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 、100レベルくらいのフェザーライトパイセンをテイムしたいと思います。ここら辺はね、ちょっとねテイムが難しいんで避けていくけど、多分今ねテイム倍率来てるからこの3つでいけると思うんだよね。よいしょ、いきまーす。よ、安全運転で、安全運転、安全運転、安全運転、切り抜けてゆく。 OK、 レベルを確認。20レベルだし浮いてるからぶっちゃけテイムできる。地上に降り立って、なんかすげえとこにいらっしゃるな、あいつ。贅沢な場所にいやがって。55、いらない、鼻かゆい。お、俺好みの色がいるじゃん。何レベだ。20。おい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 、仮想のダンジョン見ちゃうんかい。
にはいた、一匹奥にいる。でもあれ多分手にできないよな。お、いた。しかも俺好みの色、じゃじゃん20。おふざけ遊ばせ。あと2匹、あいつは多分テイムできない。15レベル、ピンク色のフェザー。じゃその子はじゃじゃん20レベル。うわすげえ綺麗、赤と紫だ。まテレビはいらないんだよね。俺が求めてるのはそんな雑魚じゃん。あーめんどくさいことやりだった。とりあえずフェザーライトを一個にな。いた感じ。いないね。あ、いた。いたけどあれ手に出てんのか。20レベル。おっと20レベル多くない？どうした？仮想ダンジョン。今手前にもいたけどあそこちょっと浮きすぎてあのテイムできないんで、もうちょい低空飛行してる高レベルの子がいないかなと思って。あれ20レベルしかいないとかマジやばいんだけど。おおおおお、お、あそこに綺麗な子がいる。綺麗綺麗な子、綺麗綺麗。ちょっと彼の邪魔なんだよな。90レベルのブルー、あー欲しいけど高さ的にきついな。あれは邪魔。奥にもこれテイムできるかな。奥にいるんだぞ。お、え、お、あ、あ、え、あ、なんかすげえブラックでかっこよくない？待って、あいつだ、あいつで行こう。ちょっとテイム頑張るわ。リーパーいればなんとか行こう。いや、フェザーに攻撃が当たらないように。おいおいおい、じゃあリスポーンがめんどくさいみたいになっちゃうな。ここで落っこどしてどんどん落ちて、どんどん落ちてくれ。はーい、グッバイ。これでネームレスはいなくなったか。いなくなったと信じよう。よし、音楽も消えた。こいつかっこよくね。こいつ145だよね。黒と金かっこよすぎるだろ。男のロマン詰まってますじゃん。うんうん、マジで。じゃあとりあえずこの子ね、多分145だよね。かっこよすぎない？お、タイム余裕。あ、2個でいけるね。ブラックいいね。さすが仮装、いい子いるわ。ついでにあそこの青色の90レベルテイムしちゃおうかな。でもテイムしたってモンボがないからな。ぶっちゃけそろそろご飯のお時間じゃない？オッケー。さあこっちにおいで。オッケー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 。降りて降りて、早く降りてって。さあ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 、え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 、変なとこ降りんなよ。おおお、カラスって名前にしてやろうかな。いいじゃん。設定フルチャージ時にちょっとステータス見てみようか。だいぶいいんじゃない？だいぶよっきよっき。オッケーオッケー、帰ろ。あの90レベルもワンチャン種1個でテイムできるんだったらテイムしちゃおう。えい、いけるっぽい。あ、種1個じゃ無理でした。はい、お疲れ、バイバイ。死にさらせい。じゃあ早速リーパー探しに戻りましょうかね。またプレイヤーさんがいますね。やってるね。トラメン
死んだっていうふうに出た気がするけど、まあみんな勝ったことにしよっか。うん。さあマイポジに戻ってまいりました。それでは早速レベルの確認をやっていきましょう。85だ。何レベルなんだい。10レベル。おいおい頼むぜ。150くらいポンポン出してくれていいんじゃないかい。なんだべなんだい。55。あれさっき落としたよな。55と 10レベルだったな。ダメだね。まあとりあえずね、単発ではなく、2連になってるから、まあ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 、ボルビア出やすくなるかな。10レベルなんだか20レベルなんだかよくわかんないけど、どちらにせよ雑魚には変わりがないから。来た、ガムめっちゃ食ってんだけど今。150来た。待って、くちゃくちゃ言う。待って、ガム待って。ごめん、来たかった。いやよかった、150来た。慎重に行こう。よし、潜ったね。でこのロックはちょっと危険なので、てか俺のね HP 見てくれれば分かると思うんだけど、もうねかれこれ6時間探したの。6時間、もうギリギリ HP が。ああよかった。スーツも一回直しに行ってさ、大変だったよ。よし、ロック一回閉まらないとまずいよね。しまって、いやーよかった、マジよかった。150イベント初っ端一番最初の子、150レベル、ヤッフー。では存分にテイムしてやろうじゃねえか。まず周りの邪魔者たちを片付けして、めっちゃシーカーいる、めっちゃシーカーいる。待って、そんだけシーカーいると俺のスーツのダメージが、地上を狙ってくるんだよね。よし、まあ、とりあえずね、周り片付いたということで、これから150をねマンツーマンでねやっていきましょうか。さあ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 、いやよかった。てかガムめっちゃ食ってたんだけど、まさか150出ると思ってなくて、もうガム食ってさ、もうなえながら無言で黙々とやってたよね。てかこのさリーパーの名前さ、ピカチュウでよくね。俺が今乗ってる子めっちゃピカチュウに見えてきたんだよね。なんか尻尾とかさ、なんかマジでピカチュウ。しかもなんかとんがってる腰の部分が耳にしかもう見えなくなってきた。もうマジでこのリーパーピカチュウって名前にするか、うん、ありだな。このリーパーピカチュウにしよう、うん、これピカチュウでしょ。よいしょ。でとりあえずね150なんでね、失敗はできないね。しかもこの子そんなにメレー高くないからピカチュウそんな強くないんだよね。だからちょっと火力がねどれほどねなんていうかね、影響していくかってもよく分かってないんですよね。だからとりあえず血はしっかり見て、血のつき方をね絡めるか絡めないかっていう査定ができるんでね、審査っていうか。いやーよかった、150レベル来たー。イベントと初発150レベルはいいんじゃない。6時間探して甲斐があったってもんだぜ。マジで俺さ、もうなんだろう、140以上払うので絶対夜飯食わねえと思って今やってるから、もうお腹がギュウギュウなっちゃって今もう半端ないの。もう今夜中ですからね。よいしょ。いやもうすぐ朝日出てくるんだよ。もうそろそろまずいかな。一回消して、で、君がまた150なのか見て、OK。
で、フェロモン出てないっぽいので3発2発、怖いから2発殺したらマジあかんの、ちょっとね。で、まだ出ないってことはあと2発1回、2回、 OK。 で、多分これでもうフェロモン出てるので、ほら出てる、6、6、違う、あれ6は、えい、 OK。 違う、お前が吹っ飛べ、はい、これで騎乗解除すると竹が人間に行くので、リーパーでなく人間に行ってほしいから、あー、まだ出ない、何てか言うんだろう、ネームスの声がしたような気がする、今出たらマジで最悪だぜ、あっ、あー、やっちゃった、やっちゃった、せっかくのチャンス、タゲってたんだね、一応タゲは取ってたんだね、もう一回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 、ワンモアタイム、ワンモアタイム、私にチャンスを、私にチャンスを、あ、これ来るんじゃん、これ来るんじゃん、これ来るんじゃん、来ないんじゃない、そんな悪い子にはお仕置きよ、オラ来いよ、オラ来いよ、危ない危ない危ない、お、来た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 、オッケー、150レベル、なんとか払うことができました、これでキルしたい、よし、しかもキル成功、オッケー、てってれー、経験値もプラス75になって、しかもこのピカチュウレベルも上がるようになったと、いいですね。で、キノコを食べて回復して、で、水も飲んでしっかりと、オッケーオッケー、これでレベリングする必要もないから、そして誰かの外人とかに奪われる確率もなくなったわけで、うーん、ピンク色のメガロさんいるじゃないか、君は何レベル、16レベル、ブルーライトブルー、0が1個足りないね、うん、いやー、よきよき、うん、よきよき、なんとか間に合ったね、うん、潜る前にあのリーパークイーン の、 あのお腹の下に潜り込むと、あの潜るモーションがなくなって浮くんだよね、リーパークイーンがね、だからそうすると潜ることなくしっかり殺せるっていうね方法があるんで、一応今なんとかね成功しましたって感じだね。いやー、よきよき、見せれてよかったわ、このファインプレイ150、あー、ここで落ちんといて、うん、マジで今さ、あのワンチャンさ、怖いのがラグ落ちで落ちて、ハザードスーツがぶっ壊されるっていう事件が起こると、今はらんでる子がね消えちゃうんですよね、マジで。それだけは避けた、安全第一だ。で、今どうせ後ろリーパー来てるだろうから、あそこの罠入れちゃって、どこせい、はい、入ってもらって、入ってもろて、オッケー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 、で、ロックドレイクに切り替えて、で、ネームレスが湧かないように発光させーの、多分後ろついてきてるんだよね、ネームレスね、で、まあお構いなしに、そんなんお構いなしにロックドレイクを出し、リーパーをしまって、このまま帰るまでがリーパークイーンのハラミなので、このまま、この血まむれロックドレイク、6時間頑張って、この血まむれロックドレイクに乗りーの、飛びーの、アックーシーの、バウンドシーの、飛びーの、くねくねシーの、近道を通りながら、滝をくぐり抜け、ビビる、ビビる、ビビる、マジで、ラグ、あ、あ、待って、あいや、もうやめて。本当に今150はらんでるからさ、ワンチャン紫色やねん。結構ね、今回イベントカラーの確率が高いんですよ。 70% くらいなんじゃないですかね、多分、多分ね、よいしょー、オッケー、かええてきたぞ、かええてきたぞ、ケイトラマン。でですね、緊急用にですね、例えば仮装でラグ落ちしてしまったとか、なんかそうやってね、なってしまった時のためにですね、あれ？お客さんがいる。ここにですね、プチ拠点建てました。はい。緊急用プチ拠点。こ
ここね、うん、でここに何作業台置けばあのスーツも修理できてなおかつリスポーンもできてね近いということで、うん、なんか今声が聞こえたような気がする。声聞こえる。あ、俺じゃないもんな。この人だ。多分この人喋ってるわ。あ、海外の方っぽいですね。うん、オッケーとか言ってるもんね。That's right, OK って言ってるから完全に海外の方ですね。というわけで、ね、まあ、とりあえずね、帰ってきましたということでね、めっちゃ声聞こえるな。まあいいや、じゃあ今回はこの辺で終了していきたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。